はい、では、本日はスメライクティーンスピリットの、C の最後と D の部分、これをちょっとメインでやりたいんで、やり方とかを紹介していきたいと思います。まず、フレーズいきます。 C の最後こうなります。はい、ドードタッドドタッドドタッドなります。言葉でやるとしたら、初めにサウンドってリズムですね。サウンドのリズムで、まあ、入ります。で、次が新宿のリズムですね。両手足足で、これ新宿です。ポイントは、両手を叩いた後、ちょっと曲がって2打早く叩くっていう感じです。ゆっくりいくと、新宿になるんで、なんでダメな例はならないようにっていう風にしてあげるといいです。で、最後はタッと8音符ですね、合わせると難しいです。はい、どんどんいっちゃいます。次 D メロですね。 D メロ、これはちょっと大変なんですけど、ドッドタッドロタッドが始めます。で、次、これ大変ですね。そうですね、これ2小節目。で、3小節目も1小節目と一緒ですね。で、4小節目が。合わせると1、3は一緒で、あと2と4を覚えるだけ。なんで 3小節分だけ覚えるだけです。はい。どんどんタッドとタッドと、どんどんタッドタドチとタドチと、どんどんタッドとタッド、どんどんタッドツタカタカタカ、っていう感じです。全部合わせると。